ゴッツン5なんだけど、愛がね4つあります。で基本負けの釣るときは一番前ね。で、まあ荒根でボトムを釣るときは逆に一番後ろにして、こういう逆立ちモードにして、でここにボトムノックセンサーがついてるので、まあ、ボトムタッチしやすいのと、鉄板むき出しなので、あの高音が出るのね、カツンカツンと、まあ、それ非常に根魚好きなので、あと一番後ろのやにすると根掛かりがしにくい、プラス外れやすい、前になるほど外れにくくなるんだ、ね、だから巻きの釣りと落とす釣りとでこう使い分け、そのために愛が4つ設けてあります。よし、僕ね、あと根魚ゲームね、こうメタルバイブでやることすごく多いですよ。普通のプラスチックバイブも使うけど、メタルバイブ扱いやすくってかなり好きですね。いろんな魚釣れるしね。うん、割れた際。釣り方ね、メタルバイブ、夜と昼でね、だいぶ変わってくる。昼はね、もう簡単、着底したとこからこう巻くだけ。巻きスピードもね、もう昼間はねこれくらいでいいですよ。早めで、もうこのスピードでもね、いればもう本当にガツンと食ってくるので、カサゴでもね意外にすっ飛んできて食うのよ、ガバって。でこういう巻きの釣りで食ってくるカサゴってでかいからね、もう20センチ後半とか、うまくいけば30センチの中盤とかまでね出ちゃうんで、まあ、カサゴなりね、シャロー側にいるお子ちゃま大門はたくんでも釣れないかなと思ってやってるんですけど、まあ、だからこそある程度その巻きの釣りをベースにしたようなメソッドでね狙ってます。砂地かな、ここは。おし食った。ほら、薪の釣りで食ったぞ。そう小さくないぞ、こいつ。なんだろう、お子ちゃまーって感じだ。そこそこの感じだぞ。お、なんだこれ。お、マハタだ。マハタ来た。ね、ネットいらないサイズだけど、また来た。おお、またいるじゃない。これ嬉しいぞ。またいるんだ。へえ。よし。またいた。綺麗だな。これちょっと嬉しいよ。これ。切って。ね、マハタも子供の頃はこの島がはっきりしてて、今また小さい魚がじゃれてきた。ここここって、ああ食ったぞってなんかじゃれてきたなと思ったら、やっぱり追い食いしてきたな。大きくはないけど釣れちゃった。なんだ、オーモンです。オーモン出ました。オーモンというか肛門かな。肛門です。肛門です。肛門です。かわいい。ほら、やっぱ岸際にいるよ、お子ちゃまくんが。はあ。ね、小物釣り好きだからね、全然ね、ビッグオーモンでなくても、こういう釣りはこういう釣りでね、好きなんだよ。はい。獰猛なハタ科の魚はね非常に釣りやすいです。よし、
おっしゃ、ヒット4頭で2匹ちっちゃいけど、ポンポン釣れるぞ。いいね、あのスタートは、お、カサゴだ。これが釣れますね。こういうスタートがいいよ、こういうスタートが。うん、でハタもね、いろんなハタがいるけど、もう僕の経験でもオモンハタってのはもう間違いなくひときわ遊泳力が高くて、もう 10m も追っかけてくる魚だからね。でこういうスピーディーな釣り方が合ってると僕は思うんです。おい、お、今度サイズアップしたぞ。6頭で3匹6頭で3匹出来すぎです。おっしゃ、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 おお、粘る粘る。おお、いいカサゴだ、いいカサゴだ。おりゃ、カサゴグッサイズ巻きで食ってきます。こいつもね、ボトムから今の感じだと3、4メーター上げたとこで食ってきたよ。ごっつんごっつんごっつんバイブごっつん。ここへね、インクスレーベルって書いてあるから釣れる。知ってた？知りませんでした。インクスレーベルって書いてあると大体よく釣れる。こういうとことか、ね、10回くらい巻いてはまたボトムを取り直して。よし、来た。よし、あ、こいつはいいぞ、こいつはいいぞ。ドラグ滑ってます。うわ、小物用のタックルだから、まあまあいいカサゴ。ほら、追っかけてきて食った。追っかけてきて食いました、いいカサゴくん。いいよ、俺は嬉しいよ、ハタじゃなくても。ほら、かっこいいな。深い側にはちょっと少し大きいのがいいかな。グッドです、グッドです。いいじゃん。今日は座るでかね。いや、すいません。手下なの？お好きなもの。いつも足にされます。そのぐらいですか。これか。それ昨日完全に当たってましたよ。そうそう、これは当たってる。それとこっちだ。こっちだ。あ、バルバック増えとるな。こればっかり減ってるの。はい、回してないときにビットするんだろうね、これは。いや、もんじゃないんです。もんじゃない。うわー、ゴジラだ。でかい。でかい。これはでかい。シカッパでかー、あ、すごい、イエーイ。巻きで食った、巻きで食ってました。やった、おお、やった。まあまあ、まあまあです。まあまあ。ビーキー。おお、イエス。イエス、やりました。おお、でっけえ、これは。つい。これはでけえぞ。うわ、やった。よし。でけえ。これはでけえ。おい。来た。お、来た来た。おお、強い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 。それはちょっと、潜るだ、うわ、潜るだ、脇腹がとか言ってるし。慌てない慌てない、ゆっくりゆっくり。おお、竿を下げて、竿をもう少し、竿を角度、うん、おお、はは言ってる。お、青もんだよ。青もんだよ、引くはずだわ、これ。青物でした。おお。いや、おめでとう、おめでとう。ありがとうございます。
スワールテールシャット尻尾がなくなっちゃいました、クリアブルそう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 。あ、よし来た。よし来た。あのね、やっぱり10回ぐらいもあかんとダメよ。ちょっと、オウム釣り来てんだから。なんだこれ。よしよし。なんだ。よしよし、オウムだ、オウムだ。オウムだろ。おい、こっち来い。船の下へ入りつい。おでかいでかい。出ましたこれ、オウムくん。これ出たよ、これ。がっぷりちゃん。これはクリアホロ。まあホログラムは入ってないんだけど、クリアにちょっと白バラメ入れて、中へ少し色を差して、まあ、ホログラム風に色調変化がね、こう得られるように工夫したカラーです。これね結構好きなの。ほら今日の当たるとこと日の当たらないとこでこう色変わっていくでしょ。ね。よし来た。ゴゴゴゴって気持ちいいな。気持ちいいぞ。こんななんだ。闇行くんだ。よし。イエーイ、闇ゲット。ここの闇行くんはね、かなり小ぶりなんだけど、力強いよ。うれ。サビオと闇。今日はね、このサイズよりずっとちっちゃいやつがたくさんアタックしてきてるから、なかなかかけられないんだけど、これが何センチかな ?17 センチくらいなんだよね。15センチ超えると、ね、フッキングできるんだけど。これよりちっちゃいやつがついてきてた。下手するとこの半分くらいのやつがついてきてた。最初のうち。へぇ。お日様も山陰に入って涼しくなりました。今一番釣りやすいような状態、眩しくない、暑くない。この辺でパタパタっと 2,3 匹釣れてくれたらね、ビールが美味しいんだけどね、今からね、帰ってからうん、あと 2,3 匹釣りたいね。あの元気のいいやつはパタパタっと。でもいいよ今日は。でもあの釣れたやつはみんな薪の釣りで食ってるから、あのすごく旗釣りっぽい、僕の中の旗釣りっぽい。普通はテキサスで言われてこうで、なんかボトムをこうゴツンゴツン叩くような釣りが、旗のイメージが強いんだけど、僕は基本スイミングかワインドゲームかどっちかなんですよ。の方が楽しいというか、よく釣れる。ほらスイミング巻きの釣るのがよく釣れるか。今逃がしてあげたのにまた食ったか君見てこのバイトの深さ。あ、こいつ気持ちよかったな。真面目の活性だ。よし、ありがとうありがとう。かあ、バイト深い。これいい、ずっぽり。これこそずっぽり。去年はね、フィッシュグリップ使って、こうフィッシュグリップで持ってったらね、顎貫通すんのね、よく。だからあの今シーズンはフルグローブして、指も痛めないように、魚にも痛めないように、うん、それが今年の僕のスタイル。19センチ昇格しました。さあ、ユウマヅメあと3匹つって2匹釣れたから、ラスト1匹、あと1匹なんだけど、あ、キジハタかオモハタが欲しいんだよね。カサゴくんとヤミーちゃんは分かったから、この薪の釣りでキジハタ食ってきてほしいな。まあ、オオモンハタはね、割合巻いて釣るんだっていうのがこうちょっと知られてきてるんで、
当たり前になっちゃってるんだけど、実はあの島根県にねデイハタやりに行ってる人たちはもうみんな常識になっちゃってるんだけど、キジハタね薪でガンガン食ってくんのよ。だから本当に分かってる人たちはね、あのやっぱりこういう、よし食った、あこれは一番でかいぞ今日。なんだこれ、よいしょ、おでかがしってスイッチが入ってきました。ガタタタタガシラ君、ほらこれは気持ちよかった、でかがし、これぐらいならいいじゃん、うん、竿も良くなった、おお貫通してない、ああサンキューサンキュー、いいじゃないか、水面でバチャバチャしてる、迫力あったね君。ギュンギュン走ったから大門旗、小門旗か中門旗が来たのかと思った、よく走ったよ、ほらおかえり、うわ穴入っちゃった、スパッと、よしよし、やっぱ完全に今スイッチが入ってる感じなんだよね、地合いなんだな、もうちょっとやらなきゃいけないねいやいや薪の釣りでカサゴ釣りとか面白くないドスーンと、ほら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 食った薪で食いました、これが闇旗、闇旗、かわいいよ、黒くてつ、黒くてつるんとしてかわいい、本当だ、あまり見たことない、いっぱいいるこの中、湾の中に、うん、岸際にいっぱい、食べれるんですか、食べれるわ、食べれ、毒があるから食べちゃダメです、生命感があるということはいいことです。では、スケさんよろしく。はい。ナッツ5グラム5グラムです、はい、あ、来た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 、フォールで来ましたね、あの当たってたフォールで、うん、やりました素晴らしい、今のはスピニングじゃ絶対合わせられないやつでしたね。ああそうか、フォールバイトなんだ、瞬間的にあって分かったんで、おおおおおおおちびもんだ、小もんだ、小もんでしたね、いいじゃん、やりました、でも2投目ぐらいで、はいあー、まだまだしっかり見せて、よいしょ、ナッツを見えますかね、のーグラムぐらいでサビアでアルファスエアでっていうともう相当飛距離出ますね、お全くなんかこうストレスなく、なんかアルファスエア様々だね、僕たちライトゲーマーは、うん、本当にさすがにもうちょっと重くなると、うん、あの34ミリとか32ミリとか、ね、CT がいいんだ、もうちょっと重いところが、これくらい早巻きです。ちょっとハンドリング打つぞ。アルファスエアはかなりギア比高いですからね。これでだいたい1巻75億円かな。よし、来た。お、来た。
巻いてるとこと下に来たよ、チキンさん。すげえ連発だ。こいつはちょっと強いぞ。さっきより強いぞ。なんだなんだ。いやー、来ました。こいつはちょっとバツ持ちしろって言われても嫌な感じのやつですね。闇だ、闇だ。うわ、腹がすごい。すげえ、産卵期なんだ。あ、こういうことか。ああ、重い重い。まあまあになってるよ。へえー。すごい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 。これ何？もう回収かなとか言ってたら。最高だね。横泳ぐね。横泳ぎますね、これ。うわ。持久力はそうでもないかもしれないけど、あの瞬発力が半端ないですね。頑張れ。これ魚のサイズが。うん、なんか違うね。何？チーム？いや、ダツ？うわ、バラクーダ。バラクーダ。バラクーダ。おお、でっけえ。嘘だろ、地球さん。地球さん、嘘だろ。すげえな。いや、でもこんなの泳いでたら、いつラインに切られてもおかしくないっすね。すんげえ、でっかい。2、4、55、56あるよ。なるほど。50オーバーのカマスだよ。すんげえ。写真。写真。医者からね、最近止められてんのよ、こんちゃん。何がです？5キロ以上の魚釣っちゃあかんよ。あらら。それ何キロですか？5キロはないと思う。リフトできるから。さすが医者の言うことをちゃんと聞いてるんですね。そう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 。選んで釣ってますね。選んで釣ってます。よし、リーダー入った。はい。やったー。よいしょ、はい。反応がちょっと平穏無事すぎるけどね。よし、食った。よし、食った。あ、タイっぽいな。ないよ。何でしょうか。タイだ。お、やった。いいじゃないですか。はい、行きました。マッチョチグ。何グラム。はい。はい、さっき。食べ頃サイズだろ。で、いいじゃん、綺麗なバダイ。おアゴモノのサイズじゃない。抜ける抜ける。うん。なんだ？マグロマダイだ。よいしょ。マダイゲット。
いい。バーブレスだけど結構バレないで、あれぐらいバシャバシャされても。ほら、ナッツブリだよ。うん、ブリやな。やっぱりベイトタックルの方がパワーがあるね。これだともう翔太が上がったから強引に行くぞ。大したサイズじゃないけどね、ライトタックルだからね、グリスさんと並んで。ちょっと疲れた。サンキューサンキュー。お帰り遊べ。よっしゃ。ああ、行った行った。アホもな、疲れる。